ね、今日はね、毎年夏休みやってるお楽しみの縁日をやろうと思います。やるー！やったー！やったー！壊れたんですけど。壊れた。でも縁日って準備がめちゃくちゃ大変。そう、準備が大変なの。その準備を今からしていこうかな。準備するのも。そう、準備をちょっとまあどうしようかな、お手伝いを。今日のいいね。するしてもらおうかな。じゃあお手伝い手伝ってくれる人。ちっちゃ。よろしくお願いします。毎年やります。そうなんですね。そう、コロナで、はい、ちょっとお祭りとか、一時期ちょっとね、行きづらい時期があって、その時に、あ、外に行けないんだったら、家の中でやればいいじゃんと思って。そう、そこからもう毎年もう夏休み恒例行事みたいな感じで、そう、やってる。祭り小さい子ついていくと大変ですか？大変ですね。もうやっぱり人が多いし、なんかもうすぐ一人ぐらいいなくなるから、いなくならないかってちゃんと見なきゃいけないし、迷子になる。なるね、すぐね。人混みだともう一瞬でなっちゃう。そういう点では家でやった方が。そうね、気が楽っていうのもあるし、まあ、喜んでくれるっていうのもあるし、何やるんですか？かき氷とか、あとポテトとか、唐揚げを揚げて屋台風にしたりもします。大変なんだけど。大変なんですか？熱い揚げ物が。そう、夏の揚げ物量も多いからね、ちょっと大変だけど、でもすっごい毎年ね、お喜びしてくれるから、汗流しながらもみんなの笑顔も浮かべて頑張る。今から鶏ももの唐揚げを揚げます。唐揚げですか？海苔乗ったらもう回っていい？いいよ、今日は1キロ。え、これ全部揚げるんですか？うん、揚げます。全部揚げるよ。よいしょ。内臓は楽なんだけど。それ射的の台ってことでしょ？あ、ね、ここ。上がってきましたよ。やったでしょ、順番って言ってんの。暑いね。暑い。これ。しました。あ、パパ椅子も持ってきて。上の方がいい。うん？どうも。立ってる時間が長いな。疲れた。よいしょ。もう一回しょ。あ。できた。あ、待って、何快適ですか？うん、ないよりは全然違うよね。椅子に座って扇風機。もうちょっとで唐揚げが終わる。あ、青いよ。これもうラスト。1キロって少ないもんなんだよね。氷の紙、あ、そうそうそう。私たこ焼きは作らないから、たこ焼きは作らないからね、それだけ。唐揚げ完成ですか？唐揚げ完成、1キロ。少ないな。まだ他があるから。一応、ちょっと多めに買ってきて。
あ今日はこれとこれ2キロ。ちゃんとかあちばれとか。うん、2キロあります。きなもとか、とろみちゃんとか。少し予備、多めに2キロ。めっちゃ大量にありますね。うん。で刺してもらう。あ、そう、それ用の紙コップ。この紙コップをカウンターキッチンに並べて、みんなセルフで食べられるように、そう、お祭りだから自由に。なるほど。そうそう、ちゃんとできないじゃん。この紙コップはどこで？100均。あ、ちょっと深めのコップね。これちょっともらって。え、一つだけ。扉の右の上の辺にあったじゃん。上の？右の上の棚。そう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 。油シールとか。あ、そう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 。だから最低限しか使わない。